どうもお疲れ様です。2月21日水曜日朝6時30分の相場解説になります。基本姿勢は昨日、一昨日と変わりません。で、深夜なんですけどもね、ニューヨーク時間の間に、どうもアメリカの金利がね、下がるよみたいなね、まあ、そんなファンダメンタルがあったみたいで、ぐっと価格が下がっております。そのあたりはまた1時間でお話ししますけども、今ね、ここで確認しておきたいのが、今日水曜日でしょう。で、水曜日までは月火水と同じ方針なんですけども、水曜日の深夜、日付が変わって28時、つまり明日の朝4時に FOMC がありますので、ここでね、マーケットが大きく変わるんではなかろうかっていうところでございます。で、今回、ファンダメンタルがあったアメリカの金利が下がるよみたいなことも改めてここで発表があるんじゃないかなと思いますよね。そうなると、円安方向に向かっていたこのドル円相場っていうのが円高方向にね、つまり、セルの方向に行く可能性が出てくるよってことなんで、明日は警戒が必要ですね。まあ今日はね、それを気にせずやっていきましょう。次は4時間を見ていきます。4時間なんですけども、相変わらずですけどもね、ここに三角形を見ることができると思いますね。こうですね。赤い線、赤い線で見る三角形です。で、昨日はね、ここちょっと飛び出したんですけども、そこまで大きくブレイクすることなくっていうのは、昨日お話した通りです。1時間見ていきましょう。1時間見ていくと、確かに、この赤いチャンネルラインは超えたんですけども、でもね、ロウソク足がみみっちいでしょ。少なくともこういうふうな大きな大陰陽線にはなってないわけですよ。だから、そんなに長くは上がらないんじゃないかなと思ったところ、まあ、ファンダメンタルも刺さってきて、アメリカの金利がちょっと抑えられるんじゃないかなっていうふうな情報でガクンと下がったのが深夜に起きたことです。しかしですね、この、下に敷いてる赤い線が、またね、いい仕事するわけですよ。140円の86。これがですね、功を奏して、つまり、ここで随分前に設定したゾーンが働いて、上の方に急速に引き戻されますよっていうのが、まさにね、ヒゲを出して、急速に円安の方向に行ったよっていうことなんですよ。まあ、ですんで、今日の方針は同じですよ。昨日と同じ。あえてもう言いませんけどもね。明日の朝4時ぐらいまでは、まあ、この方針で行けばいいんじゃないかなと思います。で、ブレイクしてもそんなに大きくは伸びていかないっていう風なね、ことですかね。まあそんなところでございます。高値はどんどん切り下がっていって、安値は相変わらず同じところで線を引いている。こんな感じです。で、150円を抜けて、上昇していったら倍で入ればいいよってことなんで、今まさに150円ジャストぐらいですよね。まあですんでね、ここで倍に入る。もしくは、まあ、ちょうどチャンネルラインの真ん中なんで、ちょっとね、判断が難しいところですけどね。まあ、倍に入ればいいんじゃないかなと思いますね、これはね。まあ、もしくは、下がったのを確認してからですかね。下がったのを確認して、いいとこで入るみたいな。まあ、そこは、微妙なラインはね、どこで入るっていうのは非常に難しいです。今、ちょうど真ん中辺なんで、私もはっきりとは言いにくいんですけども、含みゾーンを覚悟しながら、私は倍で入る選択を取るかなっていうところですね。それではね、本日もよろしくお願いします。